皆さんこんばんは。テニスのいろいろお話する番組テニチューを始めたいと思います。横山です、よろしくお願いします。道場です、よろしくお願いします。さて今日はというところでやっていきたいんですが、はい、テニチューブということで、いつもテニエンスとか、テニランキングやってるんですけど、今日はちょっと趣向が変わりまして、やるのはテニランキング、はい、まあ、一緒なんですよ、はい、ただ、今日やりますのは、毎月、月間のランキングではなくて、2023年度ですから、はい、去年1年間でのマーケットがどうだったかを皆様にお伝えすることによって、あ、これが売れてたんだな、あ、これ今も売れてるよねとか、後継機種がこうだなということで、トレンドだったりムーブメントを感じ取っていただいて、まあ、お買い物のね、何かの情報にしていただければなと思っております。非常に面白いランキングになってるかな。で、最後の方には、企画のご紹介もありますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。ではやっていきましょう、はいはい。で、このテニランキングはですね、株式会社矢野経済研究所様のご協力あって成り立っている番組でございまして、いつもご協力ありがとうございます。ご紹介させていただきますと、矢野経済研究所様といいますと、我々前職時代から矢野経と呼ばせていただいてまして、日本の中での、まあ、ことテニスにおいたならば、どこがあの何が売れてるかなとか、どういう傾向があるかなって分かる唯一のデータバンクになっているというところもありまして、そこからいろんな情報をいただいてたというところでございます。矢野経済研究所様は調査能力を持って日本の産業に参画するという理念に基づかれ、テニスにおいては400社以上のですね、店舗での販売実績というもの、だからメーカーからいけばセルインしたとか、あのお店に納入したっていう数ではなくて、実際にお店からユーザーの方、消費者の方が買われている数字をデータ化でいただいているものでございますので、本当にリアルなねところが分かってくるというところでございます。ではやっていきましょう。2023年の1月から12月末までのベストセラーランキングのラケットの発表になります。1年間ですからね、はい、やっていきましょう。まず第10位、1年間で売れた10番目がウィルソンのウルトラの 100L でございます。あ、ごめんなさい、100ですね、失礼しました、 L ではございません。100ですか。100でしたね、はい、今おかしいなと思ったんだけど、 300g の32の方ですね、はい、こちらが第10位だったというところで、まあ、年間ね、我々毎月発表させていただいた中では何回かこう登場したというのは少なかったんですけども、トップ10には現れなかったとしても、ずっとね、11位をずっといっていれば、最終年間でいけば何かを飛び越えてということがあるかと思いますので、10番目ということでございます。第9位いきましょう、はい、ヘッドラジカルというところで、ウッチーが使っているラケットというところですよね、テイラーフリッツなんかも使っているというところになります。そして第8位がVコアの 100L でございます。発売になったのは去年の3月ですね、はい、なので、去年の3月以降だけで8位になっているということになります。ラジカルはちなみに去年の2位でございました、はい、ウルトラは一昨年の9月ですね、はい、そして第7位いきましょう。こちらが E ゾーン 100SL、はい、ということなんで、270g だっけな、あ、そうですね、超軽量モデルというところが第7位に入ってくる。そして第6位ピュアドライブ、はい、うわ、さすがですね。そうですね、発売したのが必ずいる20年の9月、はい、21、22、23年3年超えてもトップ10、それも6位に入っているというところでございますので、はい、ピュアドライブが第6位でございました。ここまでは4社ですね、はいはい、で続いていきましょう。第5位でございます、はい、来ました、 V コアの98、うん、V コアがね、去年は非常に強かったかなという印象があるんですけど、やっぱりここまでもうすでに2本入っていると。でこれ以上上行くとですね、もう2社しかないので、はい、第4位 E ゾーンの 100L、 発売したのは2020年の4月ですから、1年8ヶ月ぐらい、9ヶ月、これ2022年の1月じゃないですか。22年の4月、あ、4月、そう、そう、次のね、第3位の100が1月、1月ですね。ここ2ヶ月ね、ちょっとね、なんですか、戦略的なものかもしれませんけれども、春先の方に 100L を出したと、まあ、でこの2つがずっとランキングに入ってて、第3位が100というところですね。すごいですね、はい、そして第2位がピュアエルの100でございます。これも強いですね、ここも強い、もうずっと強い、
だね、その強さの話はこの後していきたいんですけど、第1位がヨネックス、V コア100、はい、さすがトップ5は2社、はい、ということでございまして、でここまでの、ね、年間、まあ、これ結果です、1年間の合算なので経過を、ね、ちょっと ご説明したいんですけども、今度折れ線グラフになります、はい、でこれは右に行けば1月からこう12月ずっとなってて、はい、上からランキングが1位から10位になっているというところでございます。まずは年間1位に輝きました V コア100の動き方、こんな感じでございます、はいはい、V コアは発売が、23年1月だから、はい、出た時から3連覇成し遂げて、うん、ちょっとね春の商戦で、他モデルが売れて6月から、ただ5位からは1回も落ちてないというようなところでございます、うん、そして年間第2位に輝いたピュアエールの動きがこんな感じでございまして、ピュアエールは2020年の夏発売だったんですけども、はい、うん、去年の後半、うん、4回1位取ってるというところでございますんで、そうですね、うん、またこう上がってきたって感じですよね、うん、なんかバブラの動きってそんなとこあるよね、まあ、選手もあ、まあまあそうね、そうね、うん、そして第3位が、E ゾーンの100だったんですが、うん、このような動きでございまして4月5月に1位を取ってると。そうです、ずっとトップ10にいるんですね。だから 1,2,3,4,5,6 まではヨネックさんがずっと1位取ってたということになります、うん、はい、まあね9月はちょっと落ちてますけど、これはね、他のモデルが出たという、うん、だからここまでで言って V コアは年間5回1位取ってるんですよ、はい、でピュアエロが4回取って E ゾーンが2回取ってるんですね、うん、であと1回、うん、この9月の1位はどなたかが取ったと、うん、はい、これが誰だっていうの分かりますか、うん、分かります、なんで笑ってここで発売しましたからパーセプトですよね。そう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 、はい、そう、うん、まあパーセプト、レグナって言うかなと思いましたけど、いやパーセプトです、はい、レグナはさすがに変ねんじゃないですか、ね、8月は、8月に発売したレ、パーセプトが9月に1位を取ったというところになってます、うん、はい、そして年間第、5位、ごめんなさい、1、2、3、4位ですね、E ゾーンの 100L がこのような形でやっぱり春先はね強かったというところですけども、うん、こちらもずっとトップ10には入っているというところ、はい、そして V コアの98、うん、まあちょっとねここで1回パーセプトのシーズンがあったんでね、うん、98はちょっとね落ちたかなというところです、うん、そして何よりもピュアドライブ、1月以降はずっとまたトップ10にあると、はい、はい、もう息の長い、しかもどんどん上がっていってる、ね、そうですね、はい、このままずっと発売しなきゃ面白いのにみたいな、うん、確かに後継モデル出なかったらどうなってるかって、まあいるでしょうね、トップ10にはね、5年後でもいるかな、いると思いますよね、だピュアドライブを買うわけですからみんな、まあそうだね、そうだね、はい、行きましょう、どん次がこれ何でしたっけ、 E ゾーンの 100SL、 やっぱりこれはね春だけこ う, そうです、ね、上がったってことですね、うん、はい、次が V コーの 100L、 はい、ま あ, 発売してねピョンと出たりとしましたけど、やっぱり 100L なんでっていうところなんでしょうね、はい、はい、そしてラジカル、うん、前半ちょっと良かったんですよね、うん、この辺はね、はい、そして最後第年間トップ10の第10位のウルトラの100はこんな感じですね、まあ、1月2月しかあのトップ10には現れなかったけども年間見ると10位に入ってたというところでございます、うん、はい、このような、まあ、動きをしてきたというところでございますので、今お手持ちのラケットね、こう見るとやっぱり V コアとか POR とかね持ってる人が多いのかなというところはありますが、議席数いきましょうか、あ、議席数の前に1位を獲得したブランド、ヨネックスが8回、バブラが4回、この2社で年間12回の1位は争ったというところでございます、はい、バブラは去年は新製品がそんななかったんですよね、23年度はね、去年はないんじゃないですかね、ね、はい、だから22年の中のものが、うんうん、だから新作だから、これもね巡り合わせだよね、ヨネックスは V コアとパーセプト出してるから、はい、あ、だから84っていうところもうなずけますね、うん、はい、そしてね、もう少し言うと黄金スペックが5本、はい、細マッチョが2本、プラチナが2本が年間ランキング1位で、やっぱり黄金スペックが多いけれども、まあ、細マッチョとね、プラチナもあるというところで、もう一個面白いのはスピン系が4本、はい、パワー系が6本ということで、まあ、去年はどちらかというとスピン系の年だったかなというイメージはね、うん、上の2本見ても、まあ、V コアがね、うん、あの出てきましたね、そうね、でピュアアイルもあったんでというところで、うん、まあ、ただ E ゾーンがやっぱり強いかなというところかな、うん、で年間トップ10でいきますとヨネックスが6議席、バボラが2議席、
ヘッドが1議席のウィルソンが1議席ということが去年全体の動き流れだったというところになってきますので、まあ、ちょっとねメーカーの勢い的なものっていうのも感じ取れるのかなというふうに感じます。はい、はい、続いていきます。サポーティッドバイウィンザーテニスチャンネルということで、この番組はウィンザーテニスチャンネル様の情報も提供いただいて、成り立っております。ありがとうございます。で、ウィンザーさんの方でも年間ランキングを発表されましたので、それを今日は、再報告させていただこうと思ってるんですが、やっていきます。去年1年間でウィンザーラケットショップ、世界一のラケット専門店と言っていいお店だと思うんですけども、第10位ヘッドのスピード MP、 これは一作前になりますね、今から数えるとね、はい、新作が出ておりますので、一作前のものが第10位でした。第9位レグナの98、やっぱりこれはね、ウィンザーさんならではというところもあると思いますけれども、やはり生産本数が少なくて、一番まあその本数的にはウィンザーさんに投入されてるのかなと。またインバウンドの効果もあったりっていうところも含めて第9位でございました。第8位ヘッド強いですね、ラジカルがここに来ます。はい、第7位が出ました、ピュアエロの98ということで、98、はい、細マッチョ、スピン系、横浜店の斉藤さんが年間1位になるとおっしゃったのが、なんと7位だったと。まあ在庫があれば1位になったんですか。そうね、在庫の場合それをおっしゃってました、はい。そして第6位がもう6の座はもうここです。はい、すごい、はい、バブラの青ということで、ピュアドライブが第6位、そして第5位が E ゾーンの 100L、第4位がイーゾンの100、ここは仲いいですね。毎回セットで、はい、ここはもうセットで、でもね普通だとねどちらか消えるんですけどね、両方ちゃんと入ってるのがまああのイーゾンの良さというか、まあ、戦略的な部分も当てはまってるのかなというところです。第3位 V コアの98、細マッチョが来ます。そして第2位がピュアエロで、第1位が V コアなので、これはね、先ほどの矢野経済研究所様のデータと一緒ということになっていきますけれども、このような動向になっています。はい、こちらもね、折れ線グラフで見ていただきたいんですけども、1位に輝きました V コアが、はい、6月と12月に1位と。でこの表は、そうなんですよ、我々は5月以前も発表させていただいてたんですが、その時はトップ5だけだったので、今回は公平を期すためにというか、5月以降だけの動きを見ていただいています。はい、第1位に輝いた V コアの100の動き、そしてこれがピュアアイロの動き、はい、4月8月1位を取っているということですね。で V コアの98はちょっと前半戦だけだったかなというところですよね。まあ、この後もずっとね、近いところにあるから第3位になっているのは間違いないんですけども、11位とか12位にずっといたのかなというのが予想されますと。はい、そして第4位が E ゾーンの100、9月だけですね。パーセプトに取られたこの時だけちょっとランク外、それ以外は必ずトップ10に入ってたと。はい、そして続いてが4つ目、5位、100L ですね。そしてピュアドライブ、ピュアドライブも10、11以外はずっとトップ10入ってますね、はい、ということです。はい、ピュアアイロの98、ちょっと早かったですね、こんな感じです。ぴょこっと来ただけでしたね、トップ10にはですよ、まあ、98っていうのもね、はい、ありますからね、そうね。続いてこれがラジカル、そしてレグナ、レグナは後半伸びてるんですよね、このおかげで年間第9位ということになってます、なんだろうねこの10、11とかって急に、あ、在庫か、在庫ですね、そういうことな、はい、そしてスピード、バババババッと動きましたけども、9月にね1回第2位まで来てるというのもあったんですけど、というところになります。シナーの効果があったんですね。そうですね、 US オープンのこともあったし、ちょっと価格が変わったのってこの辺だったっけ、もうちょっと後かな、もうちょっと後ですね。はい、こんな動きをしてましたよということで、1位の回数だけをいきますと、12回中ヨネックスが9回、はいはい、バボラが3回、ヨネックスはパーセプト V コアが出て、はい、でレグナの好調もあって9回取ってる、バボラは新作なくて3回取ってるというところでございます。はい、スピン系が4本、パワー系4本、フィーリング系1本、まあ、コントロール系と言われる部分ですね、でいくと、まあ、スピンとパワーはねやっぱり皆様の求めている要素なのかな。黄金スペックが5本、細マッチョが4本、プラチナが1本、さっき全国的には細マッチョ2本しかなかったんですけど、はい、やっぱり専門店だからこその
細マッチョ4本だと思うんですよね。だから割とその量販店とかではない専門店で見ると細マッチョ少し顔の小さいものが売れているのかなっていうのは期待も込めて、うん、はい、お話ししておきたいかなと。で議席数いきますね。ヨネックスが5議席年間で、バボラが3議席のヘッドが2議席ということを考えると、ヘッド去年ちょっと元気だったのかな。そうですね、うん、一昨年はねすごい元気だったイメージがあって、うん、なんかラジカルが出てからね。そうそうそう、それからすごかったですね、うん、なので、ヨネックス、バボラ、ヘッドでトップ10を、まあ、席巻したというところになります。はい、よろしいでしょうか。はい、続いていきたいと思います。ストリングスのお話でございます。こちらも矢野経済研究所様のデータを拝借しております。ありがとうございます。はい、第10位からいきましょう。ストリングスはねあんまり変化がないっていうところはね正直あるんですけども、ちょっと年間を見るとあこんな傾向あるなというのも読めてきたので、ご紹介していきますが、第10位がゴーセンミクロスーパーの細い方、うん、そして第9位が、XR3 テクニファイバーポリウレタンですね。第8位エクセル125、これポリウレタンですね。第7位ゴーセン AK プロ、これはナイロンのモノマルチというところになります。複合型ですね。そして第6位が X1 バイフェーズの124ポリウレタンです。まあ、ナチュラルに変わるストリングスと呼ばれているところですよね。はい、はい、海沢さんの中でいくとナイロンいつも1位を取っているというところではありますと、うん、はい、第5位いきましょう。ミクロスーパーの太い方、うん、はい、まあ、この辺消えないですね。そうですね、はい、うん、そして第4位がポリツアーレムの125、うん、第3位がブラストが来て、第2位が、850ナイロンのマルチですね。そして第1位がポリツアーということで、うん、トップ5の中で言っても3モデルがポリエステルであるというところになります。うん、はい、これも、年間ランキング見ておきたいと思います。はい、ずっと1位だったのが、まあ、ポリツアープロですね。ずっと今見えました。そうですね、もう分かんないですよねこれ。ピヨってね。はいはいはい、ポリツアーでございました。第2位になったのが、850、はい、4位以下に一度も落ちてないナイロンでですよ、はい、そして第3位だったのがブラストも4位の中にずっと入ってると、だもうずっと高いところ飛んでるってことですね。まあ、ただ一番上を飛び続けたのはポリツアープロというところになります。そして続いてがポリツアーレブ第4位だったんですよね、はい、これも6位以下に落ちてない。そしてちょっと動き上下関係激しいのがミクロスーパーというところになります。まあ、9月がねちょっと高いかなというところですね。そうですね、はい、続いてが、X1 バイフェーズ、まあ、ところどころはねちょっと途切れる時はあるんですけども必ずトップ10に入ってくるというところ、そしてこれが AK プロ、人気ですねやっぱりね。そして、XL、そして、これがミクロスーパーの細い方、そして、これが XR3 ということになってくるんですが、ちょっとね議席数等々が面白いんですが、ね、まずね年間トップ10の中でポリエステルが3モデル、ポリウレタンいわゆるバイフェイスとか XR とか XL の3モデル、うん、そしてナイロンが4モデルのうちモノフィラメントが2モデル、これミクロスーパーですね、はい、モノマルチ1本が、ゴーセンの AK プラ、はい、そしてマルチの850にヨネックスが入ってるっていうところで、うん、ポリが3割、うん、ウレタンが3割、あとがナイロンのいろいろっていうのは、うん、まあ、やっぱり広くマーケット見たらこうなのかなっていうところはあるんですが、まずねポリは125しかランキング入ってません、うん、トップ10の中に、はい、全部125です。だから、うん、ポリは細いもの、うんね、そうなるとナイロンとかって普通考えると130が日本だと普通な感じあったじゃないですか、うん、そうですね普通でしたね。我々も何か130と125をナイロンで出すと130が全店入って125は何店舗かしか入らないっていうのは常だったんですが、うんうん、はい、ポリウレタンの3モデルは全て、17ゲージ、まあ、X1 バイフェイズの 1.24 があるんですが 1.25、うん、これに全部集約している。そうですね。なので、例えば、ね、我々前職でもそうですけど NXE なんてね、ウィルソンのストリングがありましたけども、うん、日本では圧倒的に16 1.30 ゲージが売れる、はい、1.28 ゲージかな、うん、売れるんですけど世界的に見たら圧倒的に17ゲージが売れる、うん、あなたもねいつも17しか使わないっておっしゃってて、はい、なんか通なような雰囲気のことは言ってましたけど、うん、はい、世界的にはやっぱり細いものの方がね、うん、売れてるっていうところなんですよ。ただ
ナイロン系になると AK プロも850もミクロスーパーもやっぱり130なんですよね、うん、はい、まあ、ミクロスーパーも2モデル入ってましたけども、うん、というところなんで、全部でいくと130が3モデルだけ、1257モデルなんで、細いゲージの方が傾向としては皆様求められているのかな、ちょっと皆さん参考にしていただいて、もしね130しか打ったことないよという方は一度試していただくと、柔らかさ、反発性能、スピン性能等々が良くなると思いますんで、まあ、耐久性がね若干犠牲にはなるけれども、うん、まあ、やっぱりその辺も皆さんね、どのメーカーも耐久性を上げようということがされているので、今は125でも十分なのかなという気もしますと。エオのスーパーとかね、ミクロスーパーの 1.30、ね、AK プロの16はやっぱり長いですもんね。長い、今新しく出たやつは大体 1.25 とかね、うん、そうね、うん、学生の時はやっぱりミクロスーパー130ってやっぱ多かったですから ね、はい、議席数発表します。 4X3 議席、バボラ2議席、ゴーセン3議席、テクニファイバー2議席ということになっておりまして、ここでねやっぱりゴーセン、たまにトップ10からね1モデル消えたりということもあるけれども、ちゃんと入ってるっていうね、うん、やっぱストリングメーカーとしてね、うん、この間ちょっとお話聞くこと機会があったじゃないですか、うん、そうするとゴーセンさんがおっしゃるのは、新製品を出すばかりじゃなく、うん、長く売り続ける、うん、いや生産し続けるという能力、うん、これがすごいんだろうなっていうのは、うん、やっぱり糸屋さんだからできる、うん、あのついついね原材料っていうのはどのメーカーも原材料買うじゃないですか、原材料屋さんから、はい、だからここがね変わっちゃうんですよ、どんどん時代とともに。だから同じ、原材料確保できるのはやっぱりゴーセンさんならではなのかなっていう気はしますよね、うん、はい。で先ほどの 1.25 ゲージのちょっとお話をしましたけども、そういう意味ではね、この中に130ゲージが3モデルあるって今言ったじゃないですか、はい、でミクロスーパーいいですよ、両方入ってるから、うんうん、AK プロの16は入ってるんですけど、17がね、うん、販売はされてるじゃないですか、うん、だから16使ってる方、17使われたら、うん、もうちょっとこのランキングの構成が変わったりとか、うん、AK プロの中の17と16の使い分けをね、うん、ぜひしていただいたらいいんじゃないかなっていうところと、850は130しかないんだよね、はい、そうです、850は今はね、はい、前は過去もそう、いやいや前はあの矢野スーパーのスピードっていうのがあったんです、それは細いゲージ、それは物が一緒で細いの、ちょっとだけ変わってますよね、あそういうのをね、ヨンクさんぜひ850の17ゲージ、うん、作っていただければね、まあ、めっちゃ売れそうですけどね、はい、うん、今の時代にはマッチするんじゃないかなっていうところが感じてる、まあ、余計なお世話だよ、うん、では続いて、横散歩のコーナーということで、今回は新しいお店は行ってませんが、もう何店舗行きましたかね、12店舗ですね、1年間やりましたからね、はい、横散歩は、年間通じて12店舗お伺いしました。まず最初にオンコート、はい、茅ヶ崎、細谷さんのところですね、針の鉄人のところにお邪魔しました、はいはい、そしてテンストリップさんね、川田さん、川田さんのところ、はい、元井八幡から1個先の、ね、下佐中山ってところです、あ、失礼いたしました、はい、そして、うん、はい、グランドサラムさんですね、高田の馬場、はい、はい、羽賀さんのお店ですね、はい、続いてユナイテッドね、ユナイテッド、はい、大井町にある宮島さんとこですね、宮島さんのお店、はい、まあ、JRJ のね、はい、ずっと理事としてもやられてて、そうですね、はい、はい、そして、うん、テニス、はい、はい、ライズ、ライズさん、はい、はい、そうです、もういろいろお世話になってて、そうです、まあ、小田さんのところでね、今ストリングのね、いろんなこと、ね、はい、はい、今ストリングスもっかいろいろ調査中、計測中でございます、ね、ずっと手伝ってもらって、はい、ご協力いただいてました、はい、ありがとうございます。そしてはい、レクさん、はい、ちょうどねここはキャンペーンがあって、うん、そのキャンペーンの数字っていうのも反映してたので、ちょうど聞きに行ったっていう、テニススクールさんというところで、はい、まあ、実業団の、ね、チームでも、うん、この間7位かな、はい、全国7位になられてたりとかしてるので、そういった活動もされているテニススクールさんです、はいはい、そして金沢店長さん、はいはい、ここはね神田神保町にある、そうですね、我らが金沢さんというところでございますけども、前職からずっとお世話になってね、うんうんうん、ウルソンバッグが見えますけど、あ、本当ですね、はいはい、K のサインもあるよね、入り口に、あ、ありがとうございます、はい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 、そしてボールボーイさん、ボールボーイさん、はいはい、石森さん、そうですね、江東区にあるテニスショップで22年ぐらい経つのかな、はい、あ、そう、はい、で20年前にできた時に僕が営業の担当だったんで、はい、そう言ってたんですよ、あ、最初担当してたのね、最初に、あ、なるほど、はい、出禁になったとこだよね、最初なってないですから一回もなってないですから。そしてテニスパラダイスさんということで金賞、はい、大津さんのところですね、はい、続いてみんなのクラブハウス、はい、ここは元屋台になります、去年の1月にオープン、はい、あ、違う、9月
月か、はい、秋ぐらいに発表しました、はい、みんなのクラブハウスさんというところで、うん、はい、ですね、続いて日経コルトンデンスガーデン、はいはい、もう元ヤタですね。そうですね、インドア6面5面5面5面ある、はい、超大きいインドアテニススクールでございます、うん、はい、そして最後が、はい、オニバさん、オニバさん、はい、はい、これはね、僕も20年ぐらいのお付き合いある、あ、そう、島村さんという方、いやいや2年って言ってたよこの間あったら、彼とは2年だけどね、はい、ということでこの12、うん、箇所に、はい、横散歩でお邪魔させていただいて、うん、まあね、ご協力いただいてランキングの発表なんかね、ご協力いただいてというところで出演いただきまして、はい、ありがとうございました、うん、まあね、お店のね特色とか ね、うん、そうね、まあ、どういうもの売ってるかっていうのもね伝わってんのかな、うん、まあ、横山さんのインタビューで、いや僕は悪いわけじゃないですけど、はい、ただね、やっぱりいろんなお店を紹介させていただけるの本当はありがたいというか、うん、ね、あの近くに行ったなんて声も我々の方にもいただいたりとかしてるんですけれども、そうですね、うん、はい、で、横山さんこれお伺いしたら必ず、はい、あの儀式としてですね、はい、ステッカーを、ね、ステッカーを無理から、はいはい、そうなんですよ、貼ってください、みんな貼ってください、うん、そうじゃないと道場がね信用 してくれないですよこれ動画撮ってるんで数が減ってないみたいなねただまだねステッカーあるかどうかがちょっとわからない、うん、やりますって大丈夫ですかね、多分あると思います、はいはい、ということで、うん、これらの12店舗お邪魔しまして、うん、ありがとうございました。で、ステッカー貼っていただいたということもあるんで、うん、我々はい、ちょっと初のキャンペーンをさせていただこうかなと思ってまして、うん、はい、今申し上げたこのステッカーが今の12店舗には貼ってあります、うん、はい、はい、ぜひですね、そちらに、うん、皆さん行っていただいて、うん、はい、で、ただ行くだけじゃなくて、お買い物をぜひしていただきました、うん、後に、このステッカーをパシャッと写メ撮っていただいて、で、行ってきましたよっていうところであったりとか、うん、我々のメッセージでも結構ですし、うん、こんなもの買いましたよでも結構なので、うん、ぜひそれを X で、はい、はい、旧 Twitter、うん、X で、ポスティングしてください、うん、詳しいことは概要欄に載せておきますので、ハッシュタグテニチューブをつけていただいて、うん、投稿いただいた方の中から、今日から、3月末までの期間とさせていただきまして、はい、3月末の時点で、我々それを集計させていただいて、うん、勝手ながら、はい、テニマンとともに、うん、先行させていただいて、合計8名様、はいはい、に素敵なプレゼントということで、5名の方には、はい、こちらに今出てますこのキーホルダー、はいはい、キーホルダー、これがね、はい、先ほど出ていただきました、はい、金沢テニスショップさんで、いつも、うん、商品をお求めなられている酒井さんという、ね、はい、方ね、方が、はい、お知り合いに、はい、食品サンプルを作る、そう、会社に、はい、お願いしてね、作ってくれたんですよね、はい、こんなキーホルダーがあり、うん、いただいたので、我々もいただきものなので、はい、ぜひ皆様にということで、はい、5名様、はい、5名様、はい、このキーホルダー、うん、そして3名様には、今目下制作中なんですが、うん、T シャツを、はいはい、サイズは、うん、当選してからお聞きするので、はい、DM を送るんですね、うん、大きいサイズでもお作りしますので、はい、ということで3名様にこちらの T シャツを、はい、我々も持ってませんが、うん、テニチューブティーを、はい、プレゼントしたいなと、はい、いらねえよって言われるかもしれませんけどね、はい、どうします、今これ8名様に言ってますけど、全然誰も投稿がなかったら、そうですね、じゃ横山が、いやいや、まあそれだったらもうしょうがないですよ、お店行って、うん、あ、僕が買ってねそうそうか、お店の人に電話してごめんなさいちょっとあげてくださいって、はい、まあ、それは冗談ですけれども、ぜひぜひ皆さんもたくさんの投稿をいただいて、8名の方にプレゼントさせていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします、はい、こんなことやらせていただくのも初めてなんでね、そうですね、はい、うん、お店の方にはぜひお買い物してくださいね、はい、うん、お買い物しないとあの、うんうん、ルール上、うん、あの当選はしませんので、だから買い物したね、ついでに取ってもらえればいいんですよね、お買い物に行ってください、はい、でこの番組は今のキャンペーンもそうなんですけども、視聴者の皆様と作るテニスランキング調査の番組でございますので、ぜひぜひこんなものを調査してくれとか、はい、こんなランキング発表してよなんてことを書き込みいただければ非常にありがたいかなと。で、次週、その次かも分かりませんけれども、ついこの間まで行いましたテニランキングの発表、過去最大のアンケート回答数いただきましたので、はい、その辺もお届けしますので、今後もご期待いただければなということになります、はい、テニランキングのアンケートね、第5部が終わったのでということになります、はい、はい、
というのが今回のテニランキングで2023年度の1月12月度の、腕田ラケットとストリングスの発表させていただきましたので、今後のお買い物の参考にしていただきたいなと、はい、でお買い物するときはぜひとにかく12店舗1回行っていただいて、うん、パシッとやっていただけるありがたいかなと思いますので、はい、ということで今日のテニチューブは以上となります。はい、では今日はこれで、はい、よろしいですか。はい、はい、それでは12店舗行ったら会えるってことはないの、あなたに。ないです、ないです、ないですね、ないです。まあ何店舗が合うかもしれないですけど、ね、そうですね、はい、と、はい、いうことでぜひぜひ、はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、さようなら。さようなら。